結構そういうのもあってさ絶対さ日本でさミックスで育つってやっぱちょっと難しいじゃん、うん、多分なんかそういうのも含めさどうなんかいいところ悪いところいいところ悪いところまあいいところはなんだろうまあルックスかなまあちょっと これを言っちゃうと人それぞれなんだけどさやっぱ肌が黒いだけでかっこいいっていう風に見られることが多いから、うん、まあそれはなんか良かったのかなみたいなあとやっぱ俺人と同じっていうのが結構嫌いで、うん、そのファッションもそうだし、うん、だからなんかそういう面では良かったかなみたいなただ悪いところはやっぱそのあごめんいいところもう一つあもう一つ聞きたいもう一つが、うんあのー、ギャップだね。お<ー>やっぱ怖っ 今もなんか見た目が怖いみたいな。なんかあるよね結構ね。感じで見られるから、うん、なんかそういう時に俺から行くと、うん、結構あこの人めっちゃいい人だって。好感、はい、度がめっちゃ上がるみたいな。なるほどねギャップ好感度アップみたいな。<laughs> そうそう,そう,そうまあ悪いところはそうそのギャップに行くまでの間も <laughs> そうだしやっぱ怖く見られるだったりとかまあなんだろう多分アメリカでも変わんないとは思うけど。うん やっぱ変な見られ方するよ、ね、う肌が黒いってだけでまあそうだよねそうただなんか俺結構そういうの、あのー、逆に好きなタイプでかましてやろうじゃんこいつみたいな <laughs> 感じの人だから <laughs> だからまあそうだねあんまりなか,なかったっていうかあといじめとか、うん、あとなんだろうな悪いところうーんいやまあでもこんなもんかな そんんなもだ大体ねえ警察とかにさ事情聴取っていうかさ結構あるそれめっちゃ悪いとこだったわめっちゃ悪いとこだってそもうすごいよすごいしょすごいよ俺一時期ドレッドキンパにした時あってドレッドキンパはいその時はひどかったねやっぱそうだマジでもうだってあれだよ歩いて職室食らってその15分後また職室みたいなマジでえぐくねえぐいよ ね、あいつら差別してくるからいや、まあ、リアルそうだであんまこういうことは言いたくないけどあいつら普通に差別してくるから <laughs> <laughs> 金髪だったからダメなんだ金髪だったから多分ダメだったんだろうね最近はあんまりないかなあ<ー>、まあ、たまに車で走ってて夜中とかはい、はい、新青梅街道、うん で帰ってるとき結構食失くらったりする。うん、大通りが多いかな多分。あ大きい鳥。うん。あやっぱそうなんだ。<う>えー、でも結構さドレッドとかさ結構さ今もドレッドだよね。うんそう,そうそう。ドレッド自分でやってんのそれとも行ってんの？いやもう自分でやってる二年前から。えー、すごいね。 やっぱ金かドレッドは金かかるよね。ってか、金かかるよね。金かかる、マジで。俺、前回めっちゃ思っ前回っていうか、最近思ったんだけど、なんかその、1回俺、ブレイズ結構長くいつもやるんだけど、自分でほどいたんやよね、ほどいてみたんだよね、なんかちょっとフィンガーイルとかやりたいなみたいな、もひどくて、もうむっちゃ絡まるしまとまんねえしみたいな、マジこれ大変だわみたいな、やっぱドレッドとかブレイズとか、やる意味が分かった。 むちゃくちゃなんか今まではなんか俺もそのまあせっかくだし高校生の時髪伸ばせなかったから今髪伸ばせるしやってみようみたいな感じやったけど、うん、あれこれやんないと髪長くできねえわみたいな、ね、そうリアル思って、うん、あだからみんなやるんやみたいな結構思って、うん、だからそれトレットとかもう一回やったことあったんだけど自分でねあんまりちょっとうまくできなかったけど結構自分でやってるからどう あのびっくりす海外の人とか結構びっくりするのがさ、うん、日本人でブレイズとかドレッドしてる人,人めっちゃ多いみたいなそれ結構びっくりしてて海外ってあんまいない,じゃんい,ないねそれに関してなんか思ったこととかあるいやでもねこれは多分カルチャーの違いだと思う海外でそれをやっぱりや,やったりすると、うん、やっぱなんか黒人の人からするとさやっぱ女性とか特にそうだと思うんだけどうん、うん、それをしないといけない髪質じゃんそうなんだよね したくてしてるとかじゃなくてしなくちゃいけないからしてるって思ってる人が結構多いと思うから黒人の男性でもねだから多分あのそういう人がしてると責め,、うん、められると思うんだけどうん、うん、ただやっぱ日本って結構。 オープンな国じゃうだから多いのかなみたいなあとやっぱその黒人カルチャーに憧れてるヒップホップが今人気になってきてるからこそこうやってやる人が多いのかなとは思う別になんか俺そこに関してとやかく言うつもりもないしやっぱその自分がしたいことをするのが一番だからだよね。他人にどうのこうの言われたってだからなんかしたい人は全然すればいいと思うしそれにとやかく言うのは違うかなって思うううん あのおもろいなと思ってなんか俺もそんなになんかまあ確かにヒップホップの業界にいるからなんかそのもう普通すぎてなんかあんまそんな思わなかったけどなんかやっぱ確かに俺アメリカに行った時はあったけど確かにアメリカでアジア人とか革人でこの髪型してる人あんまりいないなって思ってはっと思ってあ確かにみたいな結構なんか変わってる文化なのかなみたいなちょっと思ってたからでもなんか俺もさ別に例えばその前回の,その聞いた分感覚っていうか,そのなんか経験があったらなんかあんま分かんなかったっていうかでもあなるほどねみたいなまあそういうふうに思う人も中にはいるわなみたいな、うん。うんうん 感じに思ったけど別に俺は何とも思わないけどでもあれ頭皮に悪そうだけどね頭皮にめっちゃ悪い絶対頭皮に絶対悪いクソ悪いよマジであのねまあ洗える洗いはするけどただまあドレッドは別に自分でリペアできるからいいけどコンロとかブレイズってさリペアできねえじゃんか絶対できないそうっなるとさやっぱ洗うのを控える人いるしそうなると頭皮に大ダメージになるからまあそうだよねああいいし痛いしみたいな とそうだよね確かにまあ多分黒人の頭皮ってめちゃくちゃ乾燥しやすいからギリいけるかもしれないけどあと太いよね毛がね太いね毛根が太い毛根が太いよね何かまあ剥げなさそうでいいなみたいな感じだけどいやまあでもね黒人で結構ハげてる人多いからそれもやっぱ全部遺伝じゃん遺伝だよね確かに確かにだからやっぱマジ髪には気をつけた方がいい髪にはマジ気をつけた方がいいね本当にリアルそうだよねそっか